皆さん、こんにちは。淡池英介です。本日、2024年、5月25日、18時53分。まあ、これは佳子様、や、日本の政府、まあ、内閣の方たちや、マクロン大統領へのメッセージなんですが、まあまあ、皇室の方たちも。昔その1998年、神戸市立ホテルフルーツラパークで、マクロンさんと、まあ、同い年なんですけども、男と男の約束ということで、まあ、オリンピックを、なくすと。まあ、そういうふうな、話がありまして、まあ、その頃未来からの時間軸からの情報を他者が聞いて、それをリレーするような形で僕に教える、未来で君がこういうふうなことを言ってるというような内容だったと思います。で、なかなかこれが、まあ、どこかの国の、首脳の人が、公然と、オリンピックを解体するということを言いにくい。これはまあ実際的な世の中の状況だとは思うんですけども、まあ、佳子さまへはまあ8月9日の件があって、オリンピックは閉幕するんが、8月の11日ぐらいでしたから、だからまあ閉幕の時ぐらいに、まあ、僕と、佳子さまで、まあ、フランスへ行って、マクロン大統領と一緒に会場で、もうオリンピックをこれ以上、もうしないようにしましょうと。オリンピックもなくしましょうと。まあそういうふうなことを、エネルギーの残存量問題から、車の生産台数の問題から、不法投棄されている車の数から、河川水門解析ダム発電などを昔から言っていましたが、もうこういう状況ですっていうところから、もう人口の絶対数もそうですし、本当の国境内に、どれぐらいの人口がいるのか、世界の国、世界中どこの国も大体表記している人口の3分の1から4分の1ぐらい。そういう現実的な話っていうものを全てフルオープンで行って、まあしっかりとオリンピックを解体すると。まあこれは、僕とマクロンさんの、男と男の約束なんですね。で、まあそれを、まあ、達成、しなければならない。したい云々というよりもしなければならないという状況であって、まあ僕一人ではそれはできないことであって、だからまあそれは政府上層部の方たちもそうなんですけども、まあ佳子さまたちもまあ一緒にっていう線が一番無難でしょうね。その元々のその、まあスポーツ関係のところの拡大は、まあ世界中の王室や皇室、皇帝、まあ今時はまあ皇帝、制度があるところはまずないとは思うんですけども、それは世の中の現実で、かといって、例えば民主主義で大統領だとか、一党独裁と言われてるようなところでも、やっぱりそれはなかなか難しい。オリンピックにどうしても、参加してしまう。ということは、やっぱりオリンピックというものをなくさなければならない。では、発祥の地はどこかっていうと、まあ、大きい範囲で見ますと、ヨーロッパということになります。で、そこで、まあ、世界中で、まあ、僕のことを、知っている方たちは結構いるでしょう。やっぱりスポーツ関係者だと。どうしても人の口に立てられない。で、スポーツの勝ち負け。昔から、ソチオリンピックの頃から、だから、まあ、あれはもう2010数年ぐらいの頃でしたから、その頃から、例えばボウスレーという競技で、まあ、あの競技は死亡事故はそこそこ出てるんですよ。やっぱりああいう風なスピード、速いスピードが出て、まあ、こう、コースアウトすることが結構あるんですね。で、まあ、天の神様への安全のお祈りで、まあ、コースアウトされた選手はいたんですけども、ほぼ無傷。骨折などしてない状態ですね。で、まあ、その時に、現場ではジャパンコールが、起こっていて、まあ、もともとメジャーリーグの方たちとかも含めて、各スポーツ業界でスポーツの勝ち負けっていうものを私が、結構な期間取り組んでいたということもあって、まあ、世界中のその各スポーツ選手とか、まあ、放送会、まあ、要するにテレビ局ですね、まあ、法律の方じゃなくて、まあ、そういった人たちのその関係者、そういった人たちがだいぶ世界中に、
広めてくれていますので、僕は言うのが一番無難なんだと思います、本当に。で、そこでやっぱり一番、ものを言うのはエネルギーの残存の問題と、あとは高層ビルの、電気料金ですね、エレベーターの。電気代、まあ使用されてる。例えば30階建て、50階建てで、エレベーターが6基、8基あって、まあ商業施設が入っていて、まあしょっちゅうエレベーターが動くと。で、まあそういうところだと年間、億超えます。だからそれだけエネルギーをたくさん消費してるのであって、まあそれもワンセットでその時に伝えたいんですけども、世界中もずっと人口少子化してますから、ほとんどの国が。だから高いビルは、もう建てる必要はないと。だから今から作っていくものは、もうほとんどのところも作りすぎてるんです。建物自体が、住むところが。で、もし作るとしたら、まあ、5階建て以内でエレベーターのない建物。もうこういったことになります。まあ、夜もできるだけ、街灯とかも節電する。作らない。できるだけ。周り見たら、あ、すぐ隣に街灯があったと。あ、こんなところにわざわざもう一個が、もう一つ街灯を作る必要はないなと。まあそういうふうな、形まで、まあ節約の方についてはホームページ、阿波圭介の駅の58番も含めてワンセットで、すべてお伝えしたいなと。あとはまあ最後に本題、なぜ地震が発生するかのところについて、まあ世界中の、地下の空洞化、エネルギーの採掘によって、金属の採掘によって、それプラス河川の底から水が抜けていって、地下が空洞化しているという。この二つの部分からですね。まあ、あとは火山国云々の話もありますけども、今時は地熱発電がただ広がってますんで、火山の噴火自体がまずなかなかないでしょう。っていうことは火山による地震っていうものはまずないと思ってもらっていいと思うんです。内部で何か圧力は膨張して、マグマ層のところが密閉されていて、それによって、大きな爆発が発生して一斉崩落による地震っていうものはあるかもしれません。だけど、基本的に、まあ、山とか噴火するような火山っていうものはもう今時は、なかなかまずないですね。まあ、少し前出すと御嶽山の火山ですね、日本で言うと。まあ、ごく稀で、ああいうふうなところこそ、まあ、狙いどころで、こう、メタンガスなどの抽出や、まあ、そういうふうな圧力を利用して発電っていう形、プラス、まあ、メタンガスの、採取というのが、まあ、一番いいんですけども、蒸気がね、ものすごい勢いで、吹き上がってるんですよ。噴出口が小さくければ、それだけものすごい圧力があって、タービン回したりすることもできますし、まあそういうようなところとかも、ありとあらゆる内容とかを、まあ1時間ぐらいの間に、コンパクトにまとめて、説明させていただけたらなと思います。ということで、政府の皆さん、マクロン大統領へのお伝えをよろしくお願いいたします。マクロン大統領からの声だと思うんですけどね、アワンっていうような声が聞こえてきてるんですけど、まあけど、心の声としたとしても、それはね、そこで逃げてしまうと僕のことだから言いますよ。世界中の人に。1998年の約束をマクロン大統領は果たしてくれなかったと。まあそういう話になります。現実的に。だからまあけどそこはね、電波か心の声か何か聞こえてきたとしても、まあマクロン大統領なりには、マクロン大統領の彼のまあ苦労、周りの環境っていうものが、まあそういった心の声になって現れてるのであって、僕は信じてます。僕を招待してくれること。なまあそれはできれば、まあ皇室もしくは、まあ政府上層部を通してという形がいいでしょうね。それが一番無難です。ここで何もできなかったら、もう次チャンスないでしょうね。と思いますよ、本当に。自分で自分たちの将来の命を、絶ってしまうことになる。こういうことです。だからそこで、オリンピックの解体とかはっきり言えばね、世界中でもともと計画していたイギリスさんからの発表の2025年のガソリン車の生産停止。そこまで持っていくことができると思うんですよ、確実に。もう今年いっぱいですよ。もう生産してるのは。あ、もう年末の方で終わり。で、1月1日にはもう工場、もう物けだから。もうそういうような形
地にしておかなければなりません。もう重機関係もいらないですよ。重機があったら余計な建物を建てようとしますから。もう余ってますか、重機どこの国も。これが事実です。エネルギーの残存量問題に絞って、皆さん、ご対応ご協力のほど、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、身の回りの方にハワイさんの動画を見ておいた方がいいよということと、あと着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない方は、チャンネル登録もそうなんですけども、着信通知の設定については身の回りの方に聞いていただいたり、最寄りの販売店に、聞いていただいたら、その機能も使いこなせたらなかなか便利は便利ですので、気になる、方たちの動画、アップロードされた瞬間こう着信通知が来ますんで、ね、その辺のところをうまく活用していただけたらなと思います。特に僕メインで、それできなかったらもう人類特に、もう今の20代ぐらいの方たちもう将来ないでしょうね。もうまず間違いないです。特に日本はエネルギーを輸入させていただいている国ですから。他にも同じような国はもう状況同じですよ。もうこう、踏ん張りどころとかじゃなくて、もう今年それできるかできないかなんですよ。それができたら、マクロンさんも、あの時の男と男の約束が守れたと。将来の、世界中の多くの人たちの人命を救う行動を我々は行ったということをできるんです、言えるんですよ。そこは今後の人生の、僕とマクロンさんだけじゃなくて、ね、もう世界中の人の人生の分かれ目になってくると思いますんで、そこちょっと皆さん、世界中の政府上層部の皆さん、気合い入れて、ご対応、のほどよろしくお願いいたします。以上です。